アラン諸島に見られる石垣アラン諸島は、アイルランドの西岸に位置する、ゴールウェイ湾の入り口に位置する、アラン諸島アラン諸島は、アイルランド島の西、ゴールウェイ湾に浮かぶ島々、アラン島と呼ばれることも多い。アラン諸島は3つの島からなり、西側から、イニシュモア島、イニシマーン島、イニシア島と呼ばれる。アイルランドモデアレンの意味は、長い山々の意味で、 現在の島の名前にあるイネスは、島の意味である。また、MR、メイハン、R はそれぞれ、大きな、真ん中、東の意味がある。これらのアラン諸島は、石灰質の岩盤だけでできた、島群である。主要産業は、ジャガイモなどの農業と漁業で、手編みのアランセーターも有名である。アラン諸島は主に岩盤でできており、強風が吹きつける。そのための農業は、 土が風で飛ばされないように畑を石垣で囲み、さらに岩盤を土で砕いて、海藻を混ぜ合わせ、その下に粘土を敷き詰めて土を作ることから始まった。こうした石垣で仕切られた畑は格子を意味するトレリスと呼ばれ、アランセーターにもトレリスと呼ばれる網目模様がある。観光客も訪れる交通手段としては、首都ダブリンからバス、または鉄道でまずゴールウェイへ。 さらにバスに乗り換えて、ロッサビール港でおり、フェリーに約40分乗る。ゴールウェイ近郊のコナマーラ空港からエアーアランアイランズによって運航される小型飛行機で渡ることも可能。島内には、貸し自転車と馬車がある。イニシモアは、アラン諸島最大の島であり、三島の最も西に位置する。面積は12平方マイル。20世紀に入るまでは、アランモアと呼ばれていた。 島の名前は1800年代中頃に付けられた。このアイルランド語の島の名前は厳密に言えば文法的には誤っており、島を意味するイネスが女性名詞であるため、本来はイネス MHR となるべきものである。島の人々はアイルランド文化の影響が強く、アイルランド語を話す。イニシマーンはアラン諸島第二の大きさを持つ島であり、イニシマの東に位置する。 アイルランド語では、イネスメドホインと書かれることもある。人口は200人程度、他の2島と比較して、観光客は少なく静かな土地である。アイルランドの歴史で重要な要塞があった土地の一つである。人々はアイルランド語を話す。イニシエアは、三島の中で最も小さい。アイルランド語では、イネスイサーやイネスサイエアーと書かれることもある。人口は300人ほどである。ありがとうございます。